ローム株式会社は、京都府京都市右京区に本社を置く、電子部品メーカー。主な製品は、LSI、トランジスタ、ダイオード、LED、抵抗器である。創業者である、佐藤健一郎が立命館大学在学時に、考案した、炭素被膜抵抗の特許をもとに創業した。社名のロームはそこに由来する。その後、 大規模集積回路の製造を手掛け始め、現在は様々な機能を顧客の要望に応じて LSI 上に集積するカスタム LSI が主力となっている。取引の主体である代償では一定の出来高を維持しており、技術者よりも投資家の間で有名なメーカーである。日本のカスタム LSI 市場を席巻するほどの 企業であり、日本の集積回路のトップシェアを誇っているが、ロゴなどは製品上に表示しておらず、一般向けのアピールをほとんど言っていないため、地元の京都を除くと比較的知名度は低い。最近は、バイオ関連にも進出を図っている。大和銀行が主催する大輪会に所属。最近は、美和子毎日マラソンや広島男子駅伝の 絶景スポンサーを務めるようになり、社名の認知度上昇に大きく貢献した。ビワコ毎日マラソンにおいてロームは、大会事業費のおよそ半分を担うほどであったが、いずれも2009年の大会を最後に撤退した。営業を除く京都本社社員は、マスタードカラー、または薄黄色の制服を着用、その他の開発拠点は私服である。2008年5月8日に、 フェラムの技術を応用して LSI 内部のレジスタやロジック回路を不揮発化できる技術を開発したことを発表した。この技術を応用することで待機電力をゼロにしたカスタム LSI を開発することが可能になるとしている。年末恒例のイルミネーション毎年、クリスマス前に会社のある五条通りと再通総の街路樹に電球や 製品の LED も使ったイルミネーションが行われ、地元の観光、デートスポットになっている。また健康面にも配慮されており、全社的に禁煙制度が導入されている。そのため、喫煙者は入社時までに禁煙するよう求められる。創業由来の地といえる、立命館大学理工学部との関係は深く、2000年4月には、滋賀県草津市の立命館大学美枠。 草津キャンパスに立命館大学ローム記念館を開設。2011年2月には、京都市左京区の京都会館の命名権を取得。名称は2013年7月に、ロームシアター京都に決定され、リニューアル工事終了後の2016年より、名称の使用を開始した。なお、契約期間50年。 総額52億5000万円という契約内容での取得であった。ありがとうございます。